16日、函館競馬場 5R で行われた新馬戦。2歳、芝戦200メートル、7頭、は、花を切って直線で後続を突き放した長野妄造騎手騎乗の一番人気西野ラバンだメスに、美穂、奥平正志厩舎、が、直線でよく追い上げた7番人気第1ラポール、オスに、美穂、海老名俊弘厩舎、に4馬身差をつけ優勝した。勝ちタイムは1分9秒3、秒。 さらに四分の三馬審査の三着に二番人気スリーピース、オスに、ミホ、竹井亮九社、が入った。なお、三番人気ワイルドブッター、オスに、日党、竹秀則九社、は四着に終わった。勝った西野ラバンダは、父里のアラジン、母プルージャ、その父シドニーズキャンディという決闘。勝ち場プロフィール、西野ラバンダ、メスに、騎手、長野猛蔵、九社、 美穂奥平正父里野アラジン母プルージャ母の父シドニーズキャンディ馬主西山茂之生産者柳川牧場全着順1着西野ラバンダ1人気2着大地ラポール7人気3着スリーピース2人気4着ワイルドブッター3人気5着ヒロノエクスカリバ5人気6着サスペンスクイーン4人気 七着新全丸の助六人気。